これはもうないでしょう。投げましょう。はい。効かねえわ。せい。どっから行くのが正解だ。まあ、上から行くか。いつ飛んでくるかわかんねえ。怖くて。識別。正直、壺に使いたいんだよな、さっきの。これの中身。変化。とりあえず爆破、ぶっ壊すか。自爆ね。275ギタンは変化に入れちゃいましょう。早く使い切ろう、これ。壺割れっす。あ、そう。なんか来てるよ、もう。よく見たら。誰ですか？お前か。飛び。銀の矢どこ行った？もう全くわかんねえ。どこに何が入ってるか。垂れ流しとかまだあんのか。売っとこうな、これは。後で。まあいいや、こいつ怖いことないし。何も怖いことない。怖かったことはない。さすがにでも、入ってからにするか。バカなやつ。何の意味もないわ。はーんじゃ。あと一個なんかを。垂れ流しと思ったが、先に、行ってからだな。ショップに。うわー、水場やだ。行けんのこれ。行けないよね。こっちから行けないよね。なんだここ。下取んなきゃダメだこれ。識別はまあ、後でここに今帰ってくるでしょう。いましたね。投資を外すのが先ですね、これは。何においても投資が先です。おてめえ。前に来ねえ気だな、どうしても。いいだろう。反抗してやんよ。お前が先だ。いや、なんでお前なんだよ。俺は下から一攻撃したんだよ。でも、痛えわ。痛え。めちゃくちゃ痛えな。せっかくだから、こういう時はもう草受け使おう。はい、誰だ。お前なら問題ない。ねえ。ご苦労なこった。わざわざ自分から弱体化してくれるとはな。緊張する。下から飛んできそう石が。またか、お前。万国旗ばっかりだな。どんだけ万国旗をつけたいんだ。草投げ。ええやん。あー、ただ、持っていける気がしない。あっちに持っていける気がしない。識別あるんだけど、ちょい、トンネル振っとくか。あら、まあ、ちょっと今回は、泥棒とかいう感じでもなさそうなんで、いいでしょう。帽子外して火柱封印復活。復活いっぱいありすぎなんだよな。呪いよけ、呪いよけは入ってる。おにぎり、デブータの石、なんか強化系の草怖い。あ、もうないのか。おにぎり、デブータの石今めっちゃ持ってるから追加で取ろうぜ。いや取れるだろ。わかっとらんな、お前。あ、爆破置いて。全部爆破するとこだった。あぶねえ。いや、置けるもんがねえんだけど、ちょっと爆破入れなきゃ。爆破怖すぎる。アイテムを、空きを使わずにこれ取れるか。よし。ほんで、おにぎりも食おうぜ、今。
食べちゃおう。はい。封印とかも欲しいんだけどな、本当は。封印これ、使用価値あるよね。利用価値あるよな、随分。火柱なんかより全然。よし、まだ、ショップあるぜ。いやー、楽しみだな。誰？あ、君か。怖くはない。聞かねえよ。しゃい。いやー、試練楽しいな。しかし。いや、全然やめる気にならん。楽しい。このゲーム楽しい。来た。矢ばっかりか。矢ばっかか。かまいたちの矢。鉄の矢。かまいたちの矢。かまいたちの矢ね、めちゃめちゃ持ってくってのはどう？ただ、ちょっと、店とかあったら危なくね。かまいたちの矢、まとめて大量に持てない？これ。高っ。高いけど、その価値あるな。その価値あり。ということで。ここにこれを入れ、待て。識別に封印は入れちゃおう。ヘンゲの中身は金の矢なんだよな。どうしたものか。まあかまいたち買おうよ。2600、3600、3200、8000、9000。あ、買えるな。ください。もう全部使えます、それのために。むしろかまいたちのあれが置かれてた時に買えなくなるけど、これで。それでもいいんだ。めっちゃ矢がいっぱい手に入るという状況ありだと思います。くれ。まとめて。ちょ、待て。怖っ。そこ。そこあったんだ。ちょっと待って。危な。ちょ、封印使うわ。まだあったよな、封印。さっき識別に入れちゃったけど、他の封印がどこかに。これだから封印は役に立つぜ。あるある。封印よし。で、投資外して。こんなやつ中に入れるんじゃねえよ。あぶねえ。今のは賠償してくれませんかね。やったー。めっちゃかまいたちあるけど、これ間違ってショップがあるところで使ったら怖えっていう。正直鉄の矢とかも欲しいんだよな、普通に。何もないところでは。いや、まあ、47本も、かまいたちのやれあれば、ずっとそれ使っていけるでしょう。つことで、今日はお疲れ様でした、つことで。さっき行きましょう。このかまいたちはちょっと経験に使えないな。この、階層では。ただ、デブートンとか、いるときは、貫通できるわけでしょ、これ。どこまでも飛んでいくわけでしょ。じゃあめっちゃ利用価値あるよね。ということで。あ、アイテムまだあったわ。なんかめっちゃやばいやついる？まあ、いっか。あっちゃ。いや、そうなるよね。それはそう思った。使っていいんだけどな。いやー、やっちゃった。大丈夫、死んでない。ね、やっちゃった。押しのない。20固定だからか。でも爆弾そんなにダメージねえわ、ぶっちゃけ。おにぎり
ここでおにぎりか。やっぱおにぎり重要じゃん。いいと思う。でもいつでも食えるから。いつでも敵倒せばおにぎりになるから。そんな大事に持ってくものでもないと思う。これは拾っていこう。あんま怖くないな。投資なくてもいけるだろ、これ。本来投資なんてないもん、ないもん、当然。そういうもの、そういうものなんだ。投資したまま行こう。下の階数に行くときは投資しよう。怖いから。また遠距離で飛ばしてくるやつだよ。どんだけ関節攻撃が好きなんだ、こいつら。やめてくれ、マジで。またおにぎり拾ったよ。そんないらねって。さすがに。あっと、来ちゃいましたか。45ポイント。強いな。うわ、強化されてる、あいつも。もう構えたちで使うぜ。おっと、八脅威。デディデン。どうだ。いや、マジで。一発で倒せないか。いや、もうそっち行くか。めんどくせえな。それはちょっとやばいな。こういう時爆破だな。使うというのはどうでしょう。いや、あんま良くないか。火炎装どうでしょう。火炎装。とりあえず倒したいんだが、倒せた。めんどくせえ。おし。え？俺転ばぬ先？え、それでも移動はするんだ。転びはしません。そんなにきつくはないけど。嫌だな。あんまり嬉しくない。いや、もう、でもそれならいい。攻撃しないで、それしてくれるんなら。また来てた。またいるし。そうか。もう攻撃すれば回復するし、俺は。そこそこ回復してる。やばい。こいつ殺しそう。投げて殺しそうで怖い。もう罠発動されたら嫌だな。そんなこと考えてたら戦えねえな、こいつと。いやー、まあいいか。それならよし。どうし。くねくね、そう。そうじゃねえんだよな。幸せそうとかなんだよな。草受けして、レベル一気に上げたいな。巨大おにぎり。おにぎりそんないらないんだぞ。わかってる？これは食べます。お前か。お前に割られるのやだわ、マジで。50歳。随分年食ったな。なんかいるね。さっきのやつだな。投資を外して。さっきのやつじゃないのか？違う、フォン。2400か、お前。よく見てなかったわ。馬めっちゃおるな。25ギターン。あんこの石はいらないね。ところで変化は。都合割れず。緑の草。気になるな。とりあえず割るか。これはいいとして。鈍足、ありがて。これはありがたい。ここら辺は罠がないことが確定しているから楽です。いいっすね。円筒ついてない。変化を投げます。はい。パシャン。緑の草は、識別に入れましょうよ。これ、天使とかだったら、めちゃめちゃ嬉しいんじゃないの？こう、今の段階。不幸でしたね。危なかったですね。やってらんねえよ。草投げに不幸をつけるってのもありでは？めっちゃありじゃない？草受けじゃないから、草投げだから。ありじゃね？
今草受けあるんだっけ。草受けもある。草投げに不幸をつけると不幸の杖になるんじゃね。それだそれだよ。もう何に何が入ってるかわかんねえや。そうあれず。これ何なんだろう。全くわかんないね。とりあえず外して。やめなさい。やめなさい。馬王強いな。これなんだろうな。いや、壺なんかもういい、いい壺ないと思うんだけどね。とりあえず壺割れずを保存に使っとくか。杖の壺に。よよん。この壺はなんだろうね。わからんね。いやー、早。銀の矢を使っていこうな。よしよしよし。また出たよ。万国旗。なんか定期的に出るようになったな。邪魔だわ。とても邪魔。うっほ。うっほ。こんにちは。オッケー。よし。問題なく倒したぞ。なんかいるー。近づいてこい。頼む。こいつはデブーチョだから、結構確率が高いのか。でも来てくれた。ありがてえ。オッケー。いや、強いわ、やっぱ。デブータの石。デブータの石はいっぱいあるから。合流させたい。めんどくさい。万国旗いらねえわ、もう。万国旗。万国旗絶対いらんだろ。やめとこ。いらん。こんなもんあったからクリアとかないから。マジでどこ入れたかわかんねえ。メモしてても入れるもの変わるもん、こんな。ギターか。ここに入れたわ。ちゃんと飛びに入れとけ。置いて。ゾワゾワの巻物がこんなとこにあんだ。さて、投資にして最後のアイテム。いや、まだ2個あるぞ。あれ ?2 個あったっけ。もしかしてヌドゥバがやってないだろうね。ちょっと怖くなってきたな。木の矢いらんわ。2個あったっけ。俺の気のせいか。あったわ。食べる。しばらく眠くなる気がしないぞ。あんま嬉しくないな、それ。さあ、次は誰ですか?おい、君か。君は怖くないぞです。エスカルゴン。なぜエスカルゴンが魔法を跳ね返すとかいう、謎設定なんだ。スカルゴに魔法を跳ね返す設定なんてないです。やめろ。スカルゴンはレベルアップしないのかな?いや、よかった。大丈夫。そんなね、おにぎり表に出しとくほどね、余裕はないんですよ。アイテムの。馬武者。なんだっけ、暴れ。しまった。投資を外さなきゃ。
暴れ馬将軍。なんだ、暴れん坊将軍的な文字になのか。あと一人いたよね。これ一回層一回層が長い。いや、来ましたね。デブーチョか。前に来なさい。前に来なさい。お前のせいで投資を失うのは嫌だ。来ましたね。ちょっとやばいぞ、この状況。あー、これやばい。めっちゃやばい。デブータの石。使っていくか。投資が、いや、それより投資外さなきゃまずいって。外しまーす。あー、嬉しい。いい子。こっち来てくれた。外すんかい。いや、でも大丈夫。こいつのダメージ固定だから。計算しやすい。いや、マジか。ちょ、当てないと。いや、もうでも、まだ大丈夫。よし。固定だからこそ、まだ大丈夫だとわかる。もう、投資はめてったら、絶対壊れてたよ、今。高判断、高判断。これ、くねくねだよね。くねくね草を草受けにして、草、ん？不幸って、あれ？不幸？不幸とくねくねって何が違うの？不幸の種って。めちゃめちゃやばい種なんじゃない？これ。やばいな。これを草投げにして飛ばすとめちゃめちゃ強そうじゃね？レベル1にするとかなんじゃないか。ちょ、怖すぎるな。その種。なんでそんなもんが存在、ちょ、近いって。くねくね。くねくね。どうしようかな。普通に倒すか。鉄の矢とかあったんだっけ。銀の弓、銀の矢で。召喚されたら終わりなところあると思うから、ちゃんと倒そう。隣の部屋からいきなり湧いて、いきなり来る場合があるから怖すぎ。いや、66回まで順調に来ましたよ、皆さん。どうですか？もうさっさとでも、これやった方がいいかもな。草投げに識別入れて、草投げ式入れて、他のさ、あれでき、識別できてないやつも、置いて、識別して、あとは？ちょ、ミスった、今、危な。怖え。垂れ流しがいらなすぎるな。さっき言ってこなかったんだっけ。そっか、売るの忘れてたんだ。やっちまった、また。またやっちまったのか、俺は。もう適当なのでいいや。クォーター。あと何回あるか分かりづらいもの。そして、これ投げて、投げます。草受けに不幸を入れたいんですよ。杖に。草投げにね。草投げに不幸を入れたい。封印だから草投げにね、ちょっと間違えんなよこれマジで。草投げが投げることができると。二つに返そう投げたのと同じ効果で、不幸の種の効果間違って飲むなよ。レベルが3ポイント下がる。よかった、超不幸ではないのね。3ポイント下がる、これはいい。草投げの杖に入れる。
こう。よし、不幸の杖になったぞ。不幸の種投げの杖、これは強いんじゃないか。氷の巻物とか本当にいらないと思うの。ちゃんと封印ね、封印入れてって。とはいえ氷があるといいことがあるかもしれないし、持っていきましょう。よし、67回。いやー、3分の2終わりましたね。投資を解除しゃ。はい、暴れ馬王、乱れ馬王。あれ、暴れん坊、あれとは違うのか。こいつの方が強い、ちょっとわかんねえ。合成、合成2、合成4があるからな、今。合成4いらんのだけどね、正直。なんか来た。また君か。強くなったんだな、多分こいつ。乱れ馬王。こいつが最強か？おい、反撃できないからやめなさい。お、アイテムが固まってるね。合成は後回し。かまいたち怖い。長巻きだ。いらんね。万国旗が。定期的にポップするのは何なんだ、マジで。あいつなんだ。うわー、あいつ倒そう。倒しとこう。投資解除。さっさと近くに寄って倒さないと。よし。助かる。すぐ倒そうね。もう倒せるときに、普通の敵も倒しとかないか。ほら、もうこういうのに来る。ほら。あ、そっか、ここダメなの。銀の矢、銀の矢。かまいたちじゃないんだから。足をよく。ちょっともったいねえか、こういうこと、そういうの使う。もったいなくない。使うんだ。どんどんアイテムを使うんだ。よし、外す。もう！あ、攻撃できるようになった。優しい。ダメージ低くて優しいな、お前。全然デブートンよりいいじゃん。なんだこいつ。あー、ベルちゃん。もう使い切ったんだっけ？油断しない方がいいな。絶対。こういうのを投げて、倒していこう。よし。アイテムは見ていくよ。うわー、ちょっと怖い。ちょっと剣だけは見させて、絶対。スパークソードじゃん！